じゃあポスターカラーを最後に留学です。ポスターカラーで何を書こうか、君のことを思い出して書いてみます。黒い下駄を引っ掛けてカランコロン、カランコロンって言ったでしょう。オレンジジュース飲みたいわ、私白が似合うでしょう。噴水の水はいつも綺麗すぎるわ。だから外で会いましょうね。テニスコートを眺め、君は僕に抱かれたでしょう。また終わっちゃうのね。嫌な夏があって、君は窓を切りながら3月か4月の締めには私帰りますよ。気が向いた時でいいから手紙書いてね。ポスターカラーで君を思い出しました。ありがとうございました。